はい、ということで,です、ね、す、えー、わワッとレディオでワトレディオパーソナリティのちゃんこ松です、いきなりかみましたひと、えー、言ものをです、ね、わトわしていくラジオ番組的トークコンテンツとして、えー、時々イベントに出没するような、えー、ものなんですけれども今回はです、ねえー、と双子玉川ライズエリア拡張ということで、えー、通常、ライズがガレリアを抜けたですね、リボンストリートの先こと、えー、こちらのですね、中央広場で行われている、えー、縁日倍太陽と星のサーカスにやってまいりました。 えー、ワトレディオではででね、えー、ここのブースに出店している出店者の方々やさまざまなものづくりことづくりをしているゲストを迎えてアーティストの活動や、えー、普段の生活などなど、えー、今、気になることやもの、えー、などをですね掘り掘り掘られ掘り掘られと、えー、いうようなことをやっていくようなトーク番組となっております。えー、またでででですすね、あのーまあ、ここでステージ喋ってるんですけども まあ特にトークコンテンツとは言いますがトークショーではないので別にあの見ても見なくてもあの皆さんお好きにごのご飯食べていただいたりとかですねあのお買い物とかワークショップとかあの好き勝手で楽しんでいただけたらなと思ってます、えー、とためになる話とかためにならない話とかためにならならい話とか結構してますんで、えー、聞き流していただきながらいいなと思ったら適当に聞いておいてくださいと、えー、いう感じですね。 でえー、また、ですねこのトークはですね一応公開収録してますので、あのー後,ほどあのー、後ほどというか w a t ワトレディオのホームページで、えー、また公開予定となっております。また、なんかもし一回聞き逃したとかあのまた聞いてみたいなとかっていう話がもしあるようだったらまたそこら辺もチェックしてみてください。 えー、ということで,ですね、えー、早速ゲストの紹介をさせていただきたいなと思ってるんですけどもえっ、ー、と本日来ていただいたのはですね、えー、カトレア東京というですねあのー、ファッションとか、えー、ビューティーを中心としたですね、えー、クリエイティブエージェンシーをやっている、えー、白石まいちゃんに、えー、来ていただきました、えー、こんにちはこんにちは白石であありがとうございます温かい皆さんありがとうございます <laughs> いやー温かいですね 天気もいいし、最高っすね、気分は絶好調です絶好好調調でですす <laughs>、あのー、いや実際、ですね、あのー、僕、あのー、普段ですね双多摩川のですねビエンダーレっていう、あのー、子供向けのアートフェスみたいなことをです、ね、あのライズで今までやってきたんですけども、ここの広場、すごい広がってて、ね、今までだったらなんか上に天井があったんですけど、うんあのー、空抜けてて、超気持ちいいなと思うんですけど、うん、どうですか すごい、まさかこんなに気持ちがいいところとは <laughs> 本当に何かもうちょっとこう救、うん、急,急なところなのかなって思っていたんだけど、うん、こんなに開けたところがあるっていうのはやっぱりお子さんもね,ね<ー>遊びやすいし。 子供テンション上がりまくりですよね、これね。単位を浴びて光合成できるし光合成できますしね、でも本当、子供には光合成が大事だから子供には光合成が大事、今一つ出ました、いい葉。とえ、皆さん、子供には光合成ですメモをどうぞクリエイティブなメモですよ、これ。ということで、まいちゃんも子供いらっしゃってね、そうなんです、今1歳7ヶ月。 になるる娘がいるんですけど<ー>やっぱりこういうところを見るとね連れてきたいなって本当に思いますね。ね今日ちょっとこれね残念だね。来、うん、れなかったんだけど<ー>でもまた開催してる間にもう一回連れてきたいなってあの5月<し>5月3日まで <laughs> 皆さん5月3日までやってますよ <laughs> っていうことで、ええ、あの皆さんも来ていただきたいなと思うんですけどもあのー、じゃあちょっとあの実際ですねあの買って ちょっと話意味があるんですけどカトレア東京っていうのは普段どんな感じの活動をしてるさっきお伝えしてもらった、うん、えとファッションとビューティーに特化したっていうものなんですけども、うんまあ、簡単に言うとカタログだったりとか広告とかウェブとか、うん、そういうデザイン周りのものを制作しているんですけど、うん、デザイン事務所という括りではなくて、あのー、ブランディングから。うん 入ららせてもらっていてもっいブランディングを担当するのが私、うん、でデザインをアートワーク担当しているのが旦那。なるほどという形で広告物とかだったら作って、うん、まあ終わりっていう。 ことが多いと思うんですけどそのクライアントさんの意向を組んで、うん、じゃあ続けるためにはどういうことをしたらいいかとかーそのターゲットをもう一度考えましょうっていうお話し合いだったりとか、うん、まあトータル的にじゃあモデル誰使うかカメラマンヘアメイクはい、はい、じゃあ場所<ー>ロケーションどうするかとか、うん、そういうところの、えー、とトータル的な提案をこちらでさせてもらって。はいはい まあ、アーティストさんだったらアーティストさんのビジュアルのブランディングまでうわーこれね聞いてる人あのブースの方とか皆さん聞,あの <laughs> 聞いてもらってると思うんですけどこれ専門用語でまくってましたねわか,かるかな,ー <laughs> なトータル的な <laughs> トータル的なねあの、まあ、要はですね、あのー 皆さんがよく見てる C.M. とかですね、あのなんかこう雑誌の裏側についてるようなあのすごい大きいブランドさんのなんか広告って言われるものがあったとした時に、そういうのをなんかクリエイティブしてる会社さんなんですよね。<laughs> で、そういう中で単純になんかああいう1ページをなんかすごいモデルさん使ってなんか撮るよとかっていうのだけじゃなくて、あのカトリヤさんに至ってはあのいろんななんかそもそもこの ページを作るだけでいいのかとかと実際にこの CM を打ってるだけで本当にこのブランドとしてはいいのかみたいな感じのことをちゃんと考えてあげてですね、あのー、なんだろうどういうような,なんかこう印象を持ってもらえるようなブランドにしていきたいですかみたいなことをちゃんと話してやっていくっていうそういういことですよね。そうありがとう それだから、うんえと、アーティストさんの例えば CD ジャケットを作りますっていうことになったら、うん、じゃあ、あのー、ヘアメイクさんとか、うん、そういうものも人生はするんだけども、うん、あのトータル的にスタイリングから私入っちゃうんですよなるほどあスタイリングももう全部入っちゃう。そうで、うん、あのー、リースに、まあのお洋服の貸し出しとかに回って。うんうん モデルさんたちに着てもらって、うん、でスタイリングを決めてからちゃんと撮影に入るうわーめちゃくちゃ細かくて大変な作業やってんね、うん、<laughs> 実はすごい地味なこととかもやっていて<ー>そういうね、あのー、貸し出しだったりとか<ー> <laughs> すごくね重たいし地味なんだけど。 でもあの私がアパレルの知り合いが多いので、うん、なんかそういう知り合いのところにお願いしたりとか、うん、使わせてもらったりとかすると、まあ、みんな喜んでくれるのでいい、うん、いいかなっていういやーこ舞ちゃんだからできる仕事はね完全ね <laughs> <laughs>、あのー、スーパーホスピタリティですよこの仕事はもうある意味で言うと、あのー、なんだろうな通常のサービスというよりもなんかもう なんだもうマッサージしながらマッサージもしてあげながらなんか読み書きも全部してあげてるみたいなあそうそうそうもうもう全部じゃみたいなそうなっちゃうんですよねなんでかわかんないんだけどなんかあこれ足りないかもって思ったらやってあげたくなっちゃうのうんもう素晴らしいっす嫁にしたいナンバーワンですよあごめんなさいもう結婚して結婚してね ね、多分それって母性本能に近いと思う,ああそ,うだそうかもしれないそれ、うん、だって男はね、まあ、僕もクリ,クリエイティブの仕事ってまあ通常イベントのねあの企業の PR の仕事してるけどやっぱねやってあげたいっていう気持ちよりもこれ絶対やった方がいいじゃんっていうぐらいでそのやってあげたいとかとはまあちょっと違うんだよねんかこう自分の仕事ここだからうん、うん、そこやりきっちゃったらもう もういいやみたいなって、うん、<laughs> すごい割り切っちゃうもんねそこはやっぱ女性的なのかもね女性だからだね、うん、かな,なんかこう、うん、どうせやるんだったらこれもこうした方がいいよじゃあそしたらこっちだねとかなんかね言っちゃうんだよね <laughs> きっと言うとあやってくれるんだって期待が入るから、うん、期待に応えなきゃいけないそうだよね、うん、もうなんかあの 言ったもん負けみたいな感じがあるじゃんそうそうそうあ、言っちゃった言っちゃったみたいな言ったからやんなきゃみたいなね <laughs> あ、やっちゃったみたいなあ,あのね、男の人はね、ずるいからね僕もよくやるんですけどね言わないんですよあ,<ー> <laughs> あの例えばですよ、そのもちろんそのこの人にはちゃんと言ってあげたいみたいなって思う時はもう全部やってあげるんだけどあのー、やっぱり正直やっぱこうた,ただ単純にね、うん、あの仕事としてやってる時はね正直、いやもうその一 ブランドとかそのクライアントがもう自分がや,やってるぐらいのちっちゃい企業さんとかだと、うん、もう全部その人たちがやるからこの人たちのためにと思うけど、うん、もう大企業になってくるとその人も、ね、別にそこに愛ないんだよね <laughs> <laughs> 愛ない人となんか仕事してるとお前も別にそこまでやりたいと思ってないでしょみたいな。 逆になっちゃうんねまあでも、うん、男性と女性でねそこが違うからうまいバランスうちだったら旦那があの、うん、アートディレクターでいるからそうだよ、ね、ちょうどいいバランス、うん、になってるってよく言われるあでもそうかもしんないね、うん、あの旦那さんも僕あの知ってるんですけどもまだそのお仕事はしたことなくてでもね、うん、あの完全にもうこう もう真、ま、っすぐ、ま、目の前のこの一点集中みたいな感じの作業しそうな、ね、雰囲気をするね,、うん、ねあのアーティスト派だな人だからまあ喋ってたけどそれ感じるんだけど、うん、あのだから、多分ねねちょううどいいんだろ私がそのブランディングとか見るときにすごく気にしてるのは客観的に見た意見を言わないといけないと思っていて自分はこれが好きだからこっちがいいよじゃなくて。うん その客観的に見て全体的に今の社会の動きだったりとか、うん、トレンドはこうだからとか客観的に言わなきゃいけない役割は私、うん、で専門性があることい言うのは旦那なるほどそれでいいかなって思う。大体仕事の時で2個1で動くの、うん。あ、全部が全部じゃないけど、うん、大きいプロジェクトとかになると、うんまあ、全員で参加することがあるから。うん ねいやいいねなんかそうやって夫婦で仕事していけるってなんかうれましいないやいや何すかそれあもうなんかそっち系トークいきますかいろいろね大変なこともやっぱりありますよあそうだよねぶつかることもあるなんかこうやっぱクリエイティブとかやってるとクリエイティブとブランディングのなんちゅうの バランスってね、やっぱから、あるし、やっぱ全部わかっちゃうから、考えてることとか、次こうしたいんだなとか。わかりすぎちゃって、いや、でも、そこじゃねえよみたいな。そう、なんかね、言えない時とか。そうなんだ、もう、使う。しかも、それが、なんか、こん詰まってるときだと、家一緒だから。そう、そう、そう、そう。そうなん、だから、プライベートでは。 言わないようにしようって決めてて仕事で言っちゃうからなるほどねプライベートでも言っちゃうと言いぎなただの怖いじゃん。だからプライベートは私に全部任せてくれるから家事とかそういうのも何も言わないから全部私の好きなようにやってて逆に何もやらないんだけどそれは何も言わない。なるほどね あいやでもね、それをちゃんと、ね、してくれてるのは、ね、ありがたいですよ、もう男っていうものはね <laughs> あの言われたらしょぼんってなるから <laughs> そもそもしご仕事しててあの言われてるだけでもしょぼんとするから。<笑><笑>うん まあうん、特に仕事ってもうね男からしたら生きがいだからね特にクリエーションの仕事してるとはそれでそれしかねえとかと思ってるからそれでしょぼんってなっててプライベートでもやれたら多分ね,ねもうね俺生きていけないみたいなそうそうそう,そうなっちゃうからねなっちゃうからちょっとバランスを取ろうと思って言い過ぎないようにとかなんか美味しいものを与えといて言うとか <laughs> <laughs> 美味しいものねえっ、ー、と男は胃袋に弱いこれ完全に正解です。 そん,な感じそんな感じで、父さんそんな感じで多分みんな、うんね、奥さん、そうやってやってるとは思うんだけど、うん、私は仕事でもそういう感じ。なるほど、素晴らしいですね。いやもうねあのー ここに来ていらっしゃるお父様方もなんかうんうんって <laughs> あんま言わないでねっていうのをね隣の奥さんにこう <laughs> 代弁していただいているてこう力強いんじゃないかなみたいなね今思いましたけどね<ー>いやでもね,そね優しいですよその包容力がね多分そういう考え方できていることが、うん、多分仕事にもすごい生かされてるんだろうなっていうのをすごい思っていて。 例えば、そのクライアントとかねその仕事のまあお金をいただくそのお客さんのことなんですけどクライアントさんになんかことううやっててもね僕だとねねやっぱね言い過ぎちゃうってまあ男性、結構多いと思うんですけどだめだと思ったときにすごい言い過ぎちゃってなんかねクライアントさんがねちょっと拒否反応を示すときがやっぱねあるからね。 はっきり言うよね。言うのよ。まあでも絶対言った方がいいんだけどね。うんうん、いいと思ってるから言うんだけど。でもね。それ言ったことで、ね、<laughs> あのうわ、まあ、理解はできてるんだけど、ちょっと言い過ぎ言われすぎちゃって、もう無理みたいな感じになっちゃって。関係が悪くなっちゃう。ケースがあるから、そこはね。あのちゃん、こまちょっとね。あのー、我慢しないといけないなと。っ <laughs> 我慢ちゃん、こま我慢が必要なんですよ。ま、<laughs> ええー、は,はい、そうなんです。うん だからもうそういうところはねねやっぱ、ね、素晴らしいなと思うお話聞くだけでもでも、うん、まあ役割的に、えー、女性が、うん、こうかっちりかっちり、うん、物事をあの仕事に対してもなんだけど、うん、掴むというか、うん、細かいこと聞いて、うん、細かいことを考えて、うん、まあ例えばお金のやり取りとかスケジュールだったりとか。うん なんかその時間の使い方だったりとかそういうのは女性がやった方がなんかこう向いてる、うん、で男性はなんかこう OK か NG かのサインをするみたいなどっしり構えて言わなきゃいけない時にガツンと言ってくれるみたいなの方が。なんかこう お客さんと話してても相性がよくて、うん、途中からそういう形にわざと変えて <laughs> えらいねーいやこれでいこうっていうふうになんか気づいて<ー>、ね、最初は細かく私が聞いてやり取りとかブランディング見るところまでは私がばーっと細かくやって最終的には男性がねこう決めるとこ決めるみたいななんかそういう形にすると。うん 修正が少ない修正が少ない <laughs> ああこれ経験値ですね <laughs> <laughs> ちょっと仕事の話だけど、うんうん、最後ズバッと言わせた方が修正が少ないと<う>もう要は言わせてるわけですねそう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 ,そう,そう <laughs>、うん、でもねあのそこまでねお膳立てされるとね多分ねあの男としてもね言いやすいよね男っていうかまあその僕クリエイティブやっててこう いやその細かいのは正直どっちでもいいみたいな時が結構あるからその過程はまあまああに逆に言うと御社の中で勝手にやっといてくださいみたいな感じなんだけどでも、目指すところはここですみたいな感じのことはやっぱ言いたいからでもそこの言うタイミングを与えてくれないともうねこの打ち合わせ来なくていいんじゃない俺みたいな感じですげそれ、俺みたいなっていうふうになってきちゃって。うん 大事なんだけどね大事なのも分かるしその過程を見ることも未来につながるからすごい大事なんだけどでももっと大事なところあんじゃんみたいなそこ言いたいじゃんみたいなところがやっぱね男ってやっぱんか多分ロマンが好きなんだろうねすごいよく分かるロマンなんだと思う男は理想論すごい語るでしょそう仕事に対してもそうすぐちゃうんでだろうねなんだろうね 常にね、夢を見てたい。女性は現実的だから。<laughs> そうね。でぼあのね、男はね、いついくつになってもね、冒険やろうなんですよ。ああ<ー>、うん、まあ、まあ。まあ、このまだ、うん、まだ冒険もね、あの、全然、うん、あのー。 やりきれてないこの弱輩者がいらっしゃってる方々の面々ではあれだけどやっぱね好きだと思うもん実際に夢を追いかけてるね自分より上の先輩方とかねおじいちゃんでも夢をかけてる人とかも超かっこいいもんねやっぱねそういうおじいちゃんたい俺でもそれはかっこいいいつまでも元気でいてほしいからそうだね なんか元気ってことは、うん、なんか頑張ってたりとかそ<う>目標があったりとか,、うん、なんかそういうことじゃない絶対そう、うん、なんかねあの頑張れなくなってくるの大人になってくると、うん、なんか僕もねこうもうもちっちゃい頃からなんかやりたいことなんかね好き勝手やってたんだけど、うん、あのー、どんどんねそのやりたい 私かったことをやってみたときに実際、これ俺は俺、別にそ,んなへんそこまでやりたくなかったわみたいな感じで思ったら<ー>もうやっぱやめちゃうんで、やっぱ興味っていうものはすごいパワーが出るから、興味持ってたときはすげえ頑張るんだけど、興味なくなった瞬間にんもうすっごいわかる、<laughs> なんか本当に男性ってそうだなって、でも女性はあのー、何だろうな。何事も多分 9点台を狙いたいタイプなの10点満点で、ね、合格点を狙いたいの何でも。なるほどね、というか、多分私は結構高めの合格点だと思うけどねそうだから男性は多分気になったものは10点超え15点とか行きたいんだけど、うん、そ,うそうではないと、まあ、3点でもいいかなみたいな。そうなんかね 15点とかないのにね、15点とかいこうみたいな感じで思ってんだよね、ないよ、ないよってね、自分でも分かってるんだけど、いや、でも超えるっしょみたいな感じの、よく分かんないね、でもそれが勢いだよね、勢いが伝わる人って、やっぱすごいいいなと思よね。今ね、ちゃんこもね勢い余って、なんかいろいろこう、ばーってでかい声出しますけどね、これも完全に勢いですよ、もう昨日朝までね、ちょっとあの、 のみのみしちゃったんでね、あのー、勢いだけで生きます、今。うん、わかります。わかるでしょ。わ <laughs> かる、わかる。なんか伝わる。伝わるよね。<laughs> うん、勢いだけで頑張ってるぞ、みたいなね。まあ、でもそれはね、伝えたいなと思って。でもなんか、それ、うん、はすごい大事っていうか、うん。なんか、そういう人がいる、そういう人にを支えたくなる。なんか、女性は、<ー>多分。あーいい、嬉しいですね。 いやもう本当世の中の男性はなんか恵まれてますよ、そういうばっかりだったらって言ってたんけどだから、特に私は結構完璧主義でなんかねそ10点目指したい仕事でも育児でも子供と遊ぶ時でもやったぜみたいな今日、すごく。 調子良かったみたいな感じで終わりたいから、うん、もうね9点10点目指しちゃうのうんで疲れるんだけど、うん、疲れてもそう,、ねね、そう風邪をひくっていうなんかこのうわ、あのー、なんとなく子供を産んで体が変わって、うん、風邪をひきやすくなったりとか、うん、体調がこう体に出ちゃうっていうかあやっぱ子供産んだ後ってそんな変わるものなんだすごい変わった 私はなんか酔いやすくなるし、あ、そう。タクシーでも酔っちゃうし。えー、そんな変わるんだ。うん、なんかん三半期間っていうのかな。<う>なんか自律神経がすごいこう,うなんか勢いがある <laughs>。 勢いが…ジリグス神経が勢いある <laughs> 僕はちょっとその日本語があんまり理解できていません,んな, <laughs> なんかもうとにかくすごいこう活性化されちゃってて何 <おー S 2> でも匂いとかも敏感だしあ敏感になるんだ敏感だからそういうちょっと <うん S 2> 車 <うん S 2> 乗るだけでも酔うっていうのは多分敏感になってるから酔う <へー S 2> し体調が悪くなるのも体が敏感になってて <うん S 2> 体調悪いって気づいたらもう一気に悪くなっちゃうとか あ、でもなんか今なんかこう聞きながら思ったんだけど、それってなんか子供に合わそうとしてるとか、うん、そういうのあるのかな？<ー>なんか、ね、まあ、ちょちょっと俺が勝手に一瞬思っただけなんだけどね。うん、あるかもなんか、そのさ、今のその匂いに敏感とか、うん、そういうのって、あのまあ、やっぱこう。母親だからこうね。子供と一緒にいる時間多いでしょう。で、そしたらなんか子供は。 多分生まれたってだから粘膜とかも超敏感じゃん多分そういうのが敏感になっててでも、あのー、俺らもそうだけどちっちゃい頃よりも大人だったらさ、うん、いろんなこと鈍感になるんじゃんすごいなんかパチッて当たって痛,痛いはずなんだけど、うん、まあでも昔の痛さよりは全然痛いって感じなくなってるかもしれないみたいな僕なんて今酔っ払ってるからちょっとま,あまだ酔っ払ってるから全然痛くないもんね <laughs> でもなんかわかんないけどこのなんちゅうの麻痺してくるというかねあとその慣れれちゃうっていうか慣れちゃうねそうで慣れちゃってるのが一回リセットされるのかもしれないね子供とねで子供が臭いと思った時に親も臭いと思えるような鼻になったりとかなんかそういう ことなのかもしれないねもう自分だから逆に言ったまいちゃんがよよ酔っ,った時とかは子供めっちゃご、うん、もうゲロゲロな感じに酔ってる可能性あるよねそうだねなんか危険信号っていうかねなんかこう察知するようにできてるのかもしれないね道歩いてても<ー>まあ車を気をつけようとか<ー>そういう当たり前のことはいつも見てるんだけど<ー>なんかそうじゃないところでなんか体が反応してて<ー>なんか いつも注意してるみたいなね警戒態勢が多分あってでそれがなんか私あんまりオンとオフがないんだけどそのまま仕事に流れていくから結構、こううなんだろう自律神経が発達したまま仕事に入っていくっていうかーあーそういうんそいいことななかもしれないね、うん、だから何でもこう100点取りたくなっちゃうような<ー>なんかエネルギーが多分。こう なんんてううだろね活発になりすぎてるっていうか神経が高ぶってるっていうの高ぶってんだねどうかもう何それずっと高ぶってんのそうなのそれで本当にそれでなんか特に今子供が1歳だからなんかちっちゃくてでも走り回るから注意して見てないといけないそうだよねだからすごい発達自律神経が発達してるし 警戒態勢になってるから<ー>なんか休めないっていうか<ー>で風邪をひいたときに、うん、しょうがなく休むなるほどまあでもそう、そうなるんだろうね、うん、多分みんなそうだと、ねまあ、でも、なんか私は何でも頑張りすぎって言われるんだけど <laughs>、うん、そんなタイプには感じるよね。そう, <laughs> そうらしいよ <laughs> だけどねなんかそういう姿を子供に見せてあげたいなって思うんですよねもうなんかあのちょっと男の料金まで入ってきました今背中で伝えたいぐらいの感,<え> <laughs> 背中で感じの <laughs> 背中で感じてこいみたいな息子よみたいなそうそう,そう娘ね <laughs> あ娘かごめんごめんごめん、うん、そうだけど、うん、やっぱりなんか ママもパパも自分の好きなことやってたりとかなんか楽しいことをね仕事でも楽しいなと思いながらしていると自然に笑顔になるしなんかパパとママの会話も増えたりとかするから,からそれを子供が自然にあのいつもある環境って感じてほしいなと思ってうんだから、あんまりオンとオフを逆につけてなないいオオンフ逆につつけけない。 世の中とやっぱね、オンとかオフとかあの休みは休み仕事は仕事みたいなのって結構多いもんんね。うんみんな、まあ私の周りはみんなそうなんだけどお<ー>でも、オンとオフつけない生活も意外とやってみると楽しくて、うん、なんか、まあ、携帯にお客様から電話が来たりとかするんだけど、うんうん、なんかそういう状況も楽しくなってくる。ねうん あーそれいいねいいねっていうか、うん、まあ僕もそれすっげえわかる方だから <laughs> あ本当ガンガン分かっちゃう方だから、うん、僕ね,僕ね大体ねオンエアですあの通常の時からずっとオンエアだからなんかこうそもそもがななんかなんだろうな人と喋ってるとなんかちょっと仕事につながるような感じがあったりとかあのの、まあ、仕事の別にそれを取っと仕事するわけじゃないんだけどうん、うん、仕事になんかか。 繋がるなんかアイディアもらえちゃったりとか別に与えようとして与えてるわけじゃないんだけどなんかそういうの吸収できちゃったりするからなんか人と喋ってる時体でも相当楽しいしなんかこう逆に引き出してみたらどんなことが出てくるんだろうみたいなっていうのはすげ気になっちゃうからいちいちなんか今オフだからもうなんか適,中適中な感じで喋っちゃおうかなみたいな感じのが思ってたとしても。 そのテキトゥーも面白いんだよねクツーね適当にね適うん。わかる、うん、なんかこの仕事と仕事と遊び自体をなんか俺も,も自体もあんま変える必要がないんじゃないかなっていうのはやっぱ患者さんき生きてるからなんか、うん、その感覚はすごいわかるけどわかるけど、うんうん、まあ大概の人は無理だよねそうらしいね、うん、大変だねとか、うん、いつ休んでるのとか、うん、よく言われるんだけど、うん なんだろうな休みが欲しいわけでは別にないいっていうか <laughs> <laughs> そもそも、もう休んでるしみたいなねなんか別に <laughs> でも、うんあのー、子供がやっぱりちっちゃいから電話越しに泣いたりとか、うん、そういう時は申し訳ないなって思うんだけど、うんうん、でも、それを隠しててもしょうがないから、うん、もう先に子供がいるって言っちゃって、うん、なんかそういう人ですけどいいですか ってていううのを逆にに出すようにしてる、うん、なるほど、うん、やっぱりなんかそのちょうど生まれたときとか妊婦さんの状態の時とかって、やっぱこうね、その何もなかったときよりも、うん、やっぱ動きとかってさ、ちょっと変わるじゃん、ちょっとゆっくりになったりとかさ、その時とかって、やっぱ結構大変だったもうねねこれね 話したいこといっぱいあるよ時間ないよ、えっと、全,然全然いいよ <laughs> あのね延長いくらでも,、OK、です <laughs> もうねほんとに妊婦の時は隠してたの仕事をしてた時にへえ、うん、で、うん、私は9か月までバレない人にはバレなかったのそれ何そんな大きくならなかったってことそ、まあうん、うん、そんなに大きくならなかったのとふわっとした服を着てたのもあるんだけどはいはい、はい なんか現場行ったりとか撮影の時とかにやっぱ動きにくくなって、まあ、周りの目が妊婦さんはじっとしててっていう目になるからそういういそれがいい人ももちろんいるし、うん、体質的にね座ってなきゃいけないっていう人もいるけど体調が悪かったらそもそも現場に行かないから、うん、なんか行ってるっていうことは動けるっていうこと、うんまあ、ある意味サインだもんね。そなののにいつも と行動をこう同じにさせてくれないのがすごくこうもどかしくて、はいはいはい、えー、それ例えば何、もう妊婦さんなんだから触ってくださいという人が本当にそれで、あそれがいいっていう人もいるんだけど、うん、仕事をしに来てるから。うん お客さんの前で座っとくっていうことほど苦しいものはないわけ <laughs> いやー、これね、ソルジャーですね、<laughs> これ仕事大好きソルジャーですね。いやいやだって、お客さんの前で堂々とでーって座ってるんだったら、<laughs> うん、行かない方がいいじゃんっていう、まあね、まあちょっとその状況にもよるけどね、<laughs> な分か,、あのー、かんないけど、えー、と現場、まあそうね、あのー、現場監督ばりにとりあえず、こう。 カッみたいな感じの <laughs> そういう感じだったらね <laughs> あの、らーみたいな感じでるけどまあ打ち合わせだったらねすぐ座れるからねいいよね現場は結構ねそうそう<ー>でなんかサブカメラとかも結構撮ったりとかしてて、うん、あっカメラも回すのあの、その時はなんかムービーのサブをやろうと思ってやったりやりながらモニターチェックしてうん、うん 取ったものチェックしてとかやってたんだけどなんかやっぱり動くなみたいな指示が来ちゃって、うん、なんか、うん、いやいけるんだけどなと思って、ね、自分の体は自分が一番わかるし、うん、ななんだろうな人によって違うからそれは本人に任せた方がよ,、ね、よいなどねまあまあでも確かにそうだね多分それってわかかなんか2種類あって多分、うん、そのえっ、ー、と 会社っていう組織自体がそうさせないといけないみたいなっていう多分そういうレギュレーションとかを持っちゃってる組織となんかやっぱこうそれでもしことが起こったときに保証の話になるとかね現場で起こったことはもうそこの主催の会社の責任だみたいなだそこのそういう主催側の問題だっていう認識が持っちゃってる場合とあとは単純におせっかいっていう, <laughs> うこのどっちかだと思うんだよねそういういね。 そうね<ー>でもやっぱりその会社の云々っていうのはもちろん大きい会社になればなるほどある、うん、とは思うんだけど、うん、そういう現場で妊婦さんが働くとか子,ず、うん、子供がいる人が働くっていう人があまりにも多分少なくって<ー>みんなが慣れてなくてなできっとこうした方がいいんだろうなっていうのが、うん、例えば座っときなさいとかカフェイン飲んじゃだめでしょとか、うん、なんかそういう。 分かりやすいところを言われるんだけどそれでなんか動きにくくて途中から言わなくなっちゃって隠すようになってでもそれは失敗したなと思っててやっぱ子供を産んで子供を産んでからが本番でもっと大変になったし動きにくいことがいっぱいあったりあの現場に連れていかなきゃいけない時とかもあるし打ち合わせに。 連れて行かなきゃいけないこともあるから、うん、なんか妊婦の時から子供がいるっていうことを言っとけばすいませんっていうのがもう少し減ったのになって思って<ー>なんかそれは自分が失敗したなもっとオープンに相談していけばよかったんだけどなんか変に守りの体制だったから<ー>なんか失敗してで最近はものうもうすごい動くから。うん もう逆にオープンにしないとやっていけなくてう <ん S 2> <laughs> そうそうだよねねっちゃうからでも、本当に生まれて2か月とかで撮影に連れてってるような子だから、うん、もうなんか大人になれちゃってて、うんあまあ、でも、なんかそれってでもいい話じゃないすごくねなんかあの慣れすぎてて<ー>普通に。 家の近所を歩いてても知らないおばあちゃんとか、うん、笑いかけてくれる人はみんないい人だって思うらしくて <laughs> 手つなぎにいっちゃうの。<laughs> もうとかね、えーあのー、人生最高に楽しめる子だね本当にそれでなんかおばあちゃんがびっくりするの逆に、うん、なんかギューとかしちゃうのえー、ーあそこまで行っちゃうそうもうどすごいね。あのー <laughs> 愛が溢れすぎてんだろうねだからみんな大人はいい人みたいなまあみんなよくしてくれてたからそういう感じで人見知りとかも全然なくて何も動かないような時期で時期連れてってたけど何も感じてないのかなみたいな時期だったけど実は何かこう感じていて人の中にいるっていうのを。 人の中にいても大丈夫な,子にはなったあまあそれがいうのが分かるんだろうね、うん、あでもなんかこの,あのなんかさっきのちょっと戻る話というかその今までの聞いている中でもまずなんかこう通常、うん、女性っ、ね、て、うん、例えばこう社会で女性が働きやすくなるためにとか働きやすいあの環境ってどうなのってなった時に大体たい、うん 産休とか育休がもらえる会社とか育休とかそういうの終わった後に戻れる会社がいい会社みたいなイメージって結構あると思うのね。実際にやっぱこう本当人によると思っていて僕はもう子供作れない体だから作りたいよ産めるなら産みたいよみたいな。 やっぱね、男性だから、それが、やっぱ自分ではできないし、うん、で、でもやっぱこう。どうしても、こう、実際には、ほん、動きづらかったりするじゃん。うん、だけど、なんか、そ、それが、なんか、大概の人はね。辛いと思う人が、結構多いと思うんだよね。世の中の、なんか、まいちゃん、結構、そこはある意味で言うと、とすごいなと思うんだけど。うん、あの、パワフルさがね。うんうん、でも、なんか、通常の、ほぼ、なんか、わかんないけど。 9割なのか何割,何割かわかんないけど、うん、でも、大概の人はね、やっぱね、休みたいっていう感覚とかが多分多いんだろうなっていうふうに思うんだけど、だけどその、聞いててすごいおもろいなと思ったのは、うん、なんか、それもやっぱり人それぞれなんだなっていうことと、会社がさ、やっぱそれで産休取らせなかったから、どうだこうだとかっつって、ブラック企業だとか,なんか分かんないけど、うんうん、そういう方向性になっちゃうの、みんな押されて、やっぱそういうのをケアしてたりするじゃん、うん、大企業の人って。うんうん、でもあ そういう人じゃない人もいるんだったらそれは OK にした方がいいんじゃない,いかなっていうのが、ねうん、さっき話聞いてて、うんうん、思ったことと、うん、でなおかつ、あのー、なんちゅうのかなそういうふうになんだろう逆にそういう人ですらもっと働きやすい状態の<う>なんかジャッジメントを上の人ができるような、ね、環境を作れたらもっとなんか自由になるんだろうなと思って。 そう特にかこの業界のクリエイティブ業界とかファッション業界だとなんかねやっぱみんな好きなことを仕事にしている人が多いから働いていたいっていう気持ちがすごく強くってなんかよく相談を受けるんだけど子かも欲しいんだけどどういうふうにやってるんですかとかすごい話を気になるだろうね。 普通だって大体の場合はあの、まあ、妊婦さんになっちゃって,てとかねうん、うん、例えばこう子供いたらさあの大概の僕らの周りでもそうだけどもう今までの僕の経験値でいうと子供連れてきて打ち合わせやるっていう経験値ってやっぱ僕ないし周りの,人の女性の人たちやっぱ多いからうん、うん、ブランドの人とかね、うん、でもやっぱ連れてきてる人はいないもんねだからそれができるって。 今日ってどういう空気なんだろうっていうのは、すごく気になるよね。だから、なんか、やっぱり。 最初はすいませんから入っちゃうし申し訳ないですになっちゃうんだけど1回オッケーな雰囲気だったらもう逆にみんなが会うのを楽しみにしてくれていてえもう今日いないんですかみたいな,なんかそういうことを言ってくれる人もいるからそういう人には逆に連れて行ってなんかダメな空気だったらもう,もうやめるしそのジャッジは自分がお母さんがすればいいと思うんだけど。 本当に、あのー、連れてってみないと分かんないし、うん、その時にいい子にしていれば、うん、みんな優しくしてくれるんだって子供も勉強してて <laughs> なるほどいやー勉強すごいね、うん、1歳でねで分かるんだよ分かるんだ、うん、じゃあ,まあ逆に言うとそれもそれすらも現場慣れってことだよねまさに現場慣れで、うん。空気読む勉強も,もう <laughs> もう逆に言っても社会人じゃんね牛の子なんてもう1年社会人やってる半端ない半端ないやばいそ<う>あの世の中の皆さんあの子供はあは早い段階から社会に出しましょうそう,もう本当になんか学生さんより1年先輩なわけで、うん、半端ないね <laughs> 半端ないねそれねでもまあいろいろあるんだけどだけどやっぱり何だろうな 子供に救われる打ち合わせももちろんあって場が和んだりとかそこで話がね意気投合したりとかそういうこともあるしやっぱり言い方変なんだけど持ってるものは利用した方がいい力強い母は強いね強くなるでもそれをやっぱり最初に言ってるのと言ってないので 入り方が全然違うから今はオープンにしていて、うん、こういう人だけど仕事をし,をしたいって言ってくれたらあのウェルカムだし、うん、ちょっとあの厳しそうって言,、うん、言うんだったら、まあ、なんだろうね1年後とか2年後でもいいし、うんうん、そういうふうに判断ができればいいんじゃないかなって。ななるねねだだから結構あれなんだ、ね、あれんのー こういけるかないけないかなを結構ゴリゴリ削っててんだねそう, <laughs> う領域を広げてんだねあのねまゆちゃんがね最初に隠して本当に失敗したから、うん、なんか隠すことに対して子供にも申し訳ないって思ったし、うん、なんかねそんな 不幸な話じゃないじゃない、ね、子供がいるってことはいやいや、もうスーパーハッピーでしょ。うん、もうこもう僕らの業界の中でも子供の写真見せる親バカな友達とかめちゃくちゃいるもんね。<laughs> 会社会社とかつって、<laughs> そうそうそう,そう見せたくなるからね。もう,、うん、もう,こう実際この太陽と星のサーカスにもあのあの二人親バカがいましたよ、ね。あ本当に？基本的にもう10秒後に写真見てるぐらいの人もいるぐらいだからね。やっぱねその。 そのハッピーさはね、うん、リアルに共感しちゃっていいよね。そう、だから、うん、そういうことを話していったりとか、それでも仕事をしています、うん、あのできますっていうことを言うことで、うんあの、ベビー系の仕事が来たりもする。ああ、素晴らしいね。それで、えっとうん、ベビーカーのブランディングと PR をさせてもらってるんですけど。うん やっぱり、うん、ママだから言えることとか、うん、ママだから例えば商業施設のここがもうちょっとこうなってたらいいなとか<ー>それに合わせてベビーカーのタイヤはこっちがいいよねとか、うん、うわーそれリアル意見だね俺には絶対言えない意見だね <laughs> 絶対勝てない競合 <laughs> になっても絶対勝てないわそ <laughs> <laughs> でもそこにプラスアルファであのー カトレア東京の提案があるから、うん、じゃあもうちょっとおしゃれにしようよとか、うん、もうちょっとあのハイセンスなものにグレードアップしようよとか,、うん、かそういうものも言えるから、うん、な,んかなんだろうねやっぱ子供の話をしてからいい仕事をさせてもらえるようになったなぁとは最近思うねねなんかかああのー、だからあれだられよ、ね、変にこう。 ななんだろう,なこう思ってること言わないようにするとか、うん、まあねさっきの話隠してた時、うん、子供妊婦だったってことを隠して仕事しちゃってた時というよりもやっぱオープンにしてってなんか逆に言うとなんだろうなあの変にこう隠すっていう意味のこの変なストレスみたいなのをなくして、うんうん、逆に言うと、まあ、もちろんなんかこう今までにない領域だからきっとね実際に子供を連れていきながら仕事していくっていう。 状況なんてさ、うん、なかなかないから、うん、でもそういうのを削っててその領域広げた方がどんどん自由が増えていくというか、うんうん、そうそうそうあ<ー>だし、あのー、同士が欲しいよね,ね同じような環境の人がいてくれたら<ー>いいのになって思いながら、ね、今のとこいないんだけど。 もうそういう同士になりたい人も集まってください、もうこのまま、はい、このまま喋りましょう。はいいそういうねあのお母さんで仕事したいんだけどなかなかやっぱ子供いるからね、うん、仕事連れていけないしみたいなって言ったらね、うん、逆に言うとなんかそういうのを。あの 認める認めないって多分言葉で言っても、うん、あの認めるもくそも分かんないから認められないよね,そうだねきっとそ<う>で今話聞いててすごいあ多分こういうのがきっかけでよくなっていってるんだろうなと思ったのはやっぱこう、うん、子供を一回連れてってみるみたいなっていう行動をやってみてて、うん、で実際その連れてって。 が故に良かったみたいななんか周りの反応がさらに良くなったみたいなっていうなんか成功事例を自分で1回トライしてるからそうそれがあるから余計にそのそのもうあここの領域陣取ったみたいな感じで多分作れてたんだよねなんかそういうのをなんかこうもっとなんかあの世の中のもう本当に働きたいと思っててでも子供いるみたいなでもなんかこう毎回毎回 ねえおじいちゃん、おばあちゃんとか預けるみたいなとかうん、うん、もうでも遠い、ね、2時間かかんないねとか保育園もかか預けちゃってなんかこういやいや、お金大変だしみたいなうん、うん、っていうよりも、うん、なんかやトライしてみるっていうのはいいかもしれないね言ってみてみねだし、そういう人同士だったら、うん、じゃあうちで預かるよとか、うん、そういう話にもなるし。 お互いがねお互いが子供いて大変だったら預かりますよとか言ってくれる人もいたりしたしあとはやっぱママであるっていうことをママイコール子供がいるイコール、うん、あの時間がないとか、うん、大変とかそういうマイナスなイメージを持たれることが多いんだけど、うんうん、全然違くてあの時間がないんじゃなくて。うん 時間が限られてるからすっごくうまく使うのう <ん S 1> なるほどほ、うんとにあのねー、うん、朝起きてから頭の中でタイムスケジュールが「だーってすっごいねっ<て>もうあのー <laughs> <laughs> まるで仕事のような <laughs> 感覚じゃないですよね <laughs> でも本当にそうなってて、ええ、ベビーカーをしながらでも、うん、今のうちにこれをこういうふうにしないといけないから、うん、っていうことはあと30分後にベビーカーを下ろして遊ばせて寝かせてからの仕事してとか。<laughs> <laughs> やばいねちゃんとそこに寝かせてからの仕事してみたいなね仕事入ってくるみたいなでも本当にそれは専業主婦の人でもそうだし仕事をしてるワーキングママでもそうなんだけど時間がないんじゃなくて時間をうまく使ってるからいつも動いてて忙しそうに見えるだけなんだけど実はすごく綺麗にね時間を使っているんですよ。いやなんか ママ,のママとしての時間の使い術みたいなのがめちゃくちゃありそうだね。そ、うん、そうそれね<ー>なんかね、あのー、雑誌でちょっと<ー>企画でね<ー>取り上げてもらったりしたこともあって次の、あのー、5月7日発売のちゃんとというのでも出るそうです。あ,ら,あら,らららら、5月7日発売のちゃんと <laughs>、はい、ちゃんとという雑誌でも<ー>また書いてんの はいありますのでおあ皆さん買ってくださいね買ってくださいね <laughs> おなんかスムーズなはいはい入る方じゃない今ね全然いいでしょうまあでもやっぱりそういう働いてるママがどういう風うにあ,あのー、日常をこなしてるかっていうのが気になるらしくってお<で>気になるんじゃないなんか取材を何度かやったことがあって<ー>で今回のそのちゃんとさんに限っては割と 3ページぐらいでで企画組んでくれてあそうなんだ3ページある、うん、そうなんか<う>、あのー、たくさん取り入れてくれたんですけど<う>まあタイムスケジュールをどういうふうにこなすかっていうのを「朝一で考えて<う>ただ単純に<う>あのこなしているだけなんだけど<う>やっぱり仕事もね子供ももね<う>両方やりたいから<う>両方 できれば10点取りたいどっちもねどっちも10点いきたいね。からまあそういう細かいことを自分の中で決めて、うん、上から順番にこなしていくっていう、うん、そういうだけなんだけどね。うん、いやでもそれ大事だね逆に言ったらこれってあのー、男性もね、うん、なんか例えばわかんないけどこうまあね育児を両方であのー、男性の方もやってるとかなった時にね あのやっぱ夫婦だからさ、うん、例えば、あのー、このタイミングは旦那に預けれるみたいなっていうタイミングとかね、多分こ今日に限っても、ね、今、ある意味で言うと、まあ、仕事なのか仕事じゃないのか分かんないこのワトレディオに来てもらってるけど <laughs> あのでも、なんか、まあ、これをあ,く、ま、あえてちょっと仕事と呼ぶと、うん、なんか今、この間ってやっぱね子供ってやっぱ旦那が見てたりとかするわけだろうし、うん、で,でも実際、旦那も旦那でやっぱ仕事するわけだからうん、うん、でも、多分旦那にとっても、うん、なんか あ今ちょっとこうミルクやんねえととか,なんかまあご飯食べさせねえととかって思いながらでも、その後ににここからここまでの時間は集中できるわみたいな感じのとかそういう頭にもなるよね旦那もね。でまあ、あのー、旦那さん男性はね結構こうやりたいことはやりたいけど、うん、やりたくないことはやりたくないってさっき話にも出てたけど <laughs>、うんうん、そういうのも結構強いから。はい あんまり任せすぎずすいません,ません <laughs> 世,の世の男性を代表してすいまません <laughs> でも、まああのー、まあ全員じゃないかもしれないけどね、うん、でも多いよねそうそうあんまり任せすぎるとだめ <laughs>、うん、だから <laughs> すいません <laughs> ほんとすいませんみたいなまあ,あとはうち4月から保育園に入,、うん、入れることになって入ってるから、うん、だいぶ時間が使えるようにはなってるんだけど、うんうん それまでは本当に1年1歳6ヶ月で入れたからだから1歳6ヶ月までずーっと月きっきりで仕事してたからもう最後の方は結構大変にはなってたんだけど動き回るし全然昼寝もしないしそんな中、いつやるんだみたいな感じだったけどだけどやっぱり。 それでこうこなせたときの達成感とかねお<ー>すごいよね。<laughs> <laughs> これはたこの達成感はもう結構やっぱちょっと男性目線のところやっぱありますけどもこ、うん、この <laughs> こう追い込んで追い込んでみたいなねそうそう追い込んで <laughs> いろんな <laughs> 詰めまくってねリスクがあったり、うん、障壁がある方が、うん、達成感はすごいぞとねえ、うん、お風呂行ってちょっと一瞬だけ仕事の電話二本ぐらい済ませた後の子供のなんかをこうこうこう,こうした後にもう一回仕事のメール一発をクリ送りの,のご飯作ってみたいなとかねそう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  <laughs> もう本当にでも、やっぱりそのご飯は作りだめして、うん、冷凍して、うん、なんかそういうい下準備とかはもう野菜洗ったりとか入でたりとか全部そういうこともやって、うん、で平日は、ものすごくこう割と仕事に時間を使えるように家のことは準備しておいてとか作り置きとかねねね大事だよそういういの、ねうん、やっぱ子供がそういうものしか食べれないから。うん なるべく手作りをあげたいから、うんあのー、準備だけはしとくなるほどえらいこれちなみに今の,その、まあ、仕事も育児も両立しましょう、まあね、できるようになったらいいなとかっていう思ってる人、うん、多分結構やっぱいると思うんだよねこ,あのこの中にもうん、うん、でも例えばその今例えばその作り置き料理しとこうとかっていうのって、うん、まあ結構、あのー、や,れやりやすいことというか、うん、ことだと思うんだけどほかに何かこう技ってあるの 多分ちゃんとに書いてるから、<ー>まあ詳しいはそれ読んでください。みたいな。ちゃんとええ。なんだけど、なんかその中で一個ぐらいなんかこう、紹介できそうなのなんかある、ね。なんか、あのー、人によるけど、結構みんな言うのが。子供が寝た後にやろうとか。はいはいはい。なんかそういう後回し。後回し主義ね。そうそう。後回し先生が。後回し先生なんだけど、<ー>それをしないで。なるほど。 掃除とかも、一緒にやるの一緒にやっちゃう一緒にお掃除しようねみたいなそうそううちの子も大好きになってお掃除が掃除がね掃除機出しただけでも飛びついてくるみたいななんかあの、あれだねよくあ YouTube で出てくる猫みたいな感じに朝一掃除機こうやって持って「んんこっち」 とかっやりたいと<う>お掃除したいんだとすごいねめちゃくちゃいいねもうなんかあのー、お掃除ロボットとか買わなくていいじゃん <laughs> でもねそうやって一緒にやることが子どもの成長にもつながるし自分も後回しにしない分、うん、あと空いた時間しご仕事できるし、うんうん、なんか後回しにすると子どもって ひょうに怪我したりとか風邪ひいたりとか本当にいっぱいあるからあのママは後回しにしないほうがいいはいもう名言出ましたママは後回しにしないでも仕事やりたくてもね後回しにしないってそれ大事かもねこれでもそれ結構大きいキーワードかもね大きいよ本当に大きいやれる時にやっちゃう全部やっちゃうみたいななんか今その ね、後回ししないってこともそうだけど一緒にやるっていうのすごいいいかもね、うん、一緒にあ<ー>まあ料理はまだできないけど<ー>そのうち料理もしたいって言い始めるだろうし、うん、そしたらねこれだけはやっといてとかお願いもできるしそういう時間がほとんどかな<ー>何でも一緒にやるああいいかもなんかお掃除もそうだしねこあの今後そのねもうちょっと成長したらねお料理とかもね、うん、そうだろうし、うん、結構なんか ねまああのー、この中にもブースたくさんワークショップできるところありますけどあの子供からしたら、うん、多分初めての体験って全部ワークショップと一緒だもんねきっとねそうだね楽しくてしょうがないね何でもやってみたいというか、うん、え今までと違った動きしてる俺みたいな感じで思った瞬間にテンション上がるよねそそうそう、ね、でやっぱりママと同じことをしたがるから、うん、ママがやってたらしたいなるほど、ね、何か楽しいことが。 あるとかね思ってると思うんだけどちょっと困ってるのは仕事をすごいやりたがるのね俺今それでちょうど言おうと思ってたよねい話聞きながらんかそのうちこっちの方が色のほうがいいと思うよとかっていう話とか赤赤とかって言いそうだよねだから今だとまだそんな喋れないからマウスをこうやって触ったりキーボードを。 バチバチしたりんな,なんかそういうことを私が触ると一緒にやるって言って触りたがるから、うん、それだけはちょっとね、うん、もうちょっとそうだよね <laughs> もうちょっと経験値必要だよみたいなね、うん、<laughs> 経験値ちょっと分かんないと思うけどそうなそ, <laughs> <laughs> そ,それだけね,ねうわでもそれいいねあの、まああのー、ママは後回しにしないってことと、うん、子供と一緒に やるっていうことがもう最大の秘訣だね。そうだね。<ー>もうそうすることで多分1日が本当にフル活動で、うん、使えるし。ね。うん。いやーもう皆さんもうどうですかこれもうあの多分ね。 今今すでにもうそもそもこのマットリディもねトークショーじゃないから多分みな皆さん聞きながらなんかいろいろワークショップやったりとかお買い物とかしてると思うんだけどそのある意味で言うと育児ながら仕事みたいなねそうそう仕事ながら育児みたいな感じのそういうながらだよね、うん、ながら作業ながら作業だねうん、うん、なんかそういうのをなんかこうマインドそういう持っとくだけでもなんかこう今後の 子供に対する育児の仕方とかね向き合い方とかもすごいいろいろ仕事に対してもそうだし、うん、変わってくるんだろうなと思うし逆に言うとそういうのが、あのー、もっと世の中に広まっていったらね、うん、もっと仕事しやすいなななんんかだろうな周りが OK みたいな感じの状態になってくんじゃないかな、ねあのー、男性、女性どちらともそういう環境になったら一番いいのかなとは思いますね。 もし俺がちゃんと子供できたら俺おんぶしながらとかね仕事してるかもしれないしね面白い,面白いと思うね<え>、うん、あの人いつもおんぶしてるんだよねっつってねいやでも実際子供が楽しいと思う、うん、そうだよね、うん、こ,こんなとこうろちょろしてねある意味ずっとお散歩してるみたいなもんだもんねーそうだよね出演、まあ、させちゃってもいいもんねそういうのね、うん あ新しいねなんかいい教育になってるねってよく言われるから確かにもうずっと社会見学してるみたいなもんじゃんね、うんうん、あいいかも、うん、皆さん、あのー、子供を連れて仕事場に行きましょう<笑><笑>、ね、いろんなね,ねところで<ー>、まあ、連れて行けるべき<ー>ところに<ー><ー>うん、ね、もうん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 のんう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  昼間のパパはーっていうのがめちゃめちゃこうずっと朝流れてる懐かしいね <laughs> 懐かしいよね <laughs> でもなんかそういうのあってもいいよね、うん、別に女性だけに限らず男性もねなんか連れていけるような職場を逆にと作っていくみたいなっていうのはすごいいいかもねまた 多分もしかしたらこの二子玉っていう場所のね、うん、今後、まあ多分今ね、ねオフィスととかできて今ね、ね楽天とか今入ってるみたいだけど、うん、なんかそういう職場でもなんかそういうの逆に OK な職場になっていくようなエリアにもしかして二子玉がねうん、うん、なっていったら結構ね、ね家族が行き来するような街だからなんかそういうような場所だったら住んでる人が多いママとか住んでる人多いって聞くけど。うんその 働いてるママが多くなる土地になりやすいってねそういう未来とかもあっても白いそうだなっていう気はねか昨日から見てたけどやっぱ子供ず連れてるお母さんめちゃくちゃ多いもんね見ててどうだった実際そうだよねすごい多いですね多いしおしゃれなママが多いそうなのシャレオツなんですよっていうかセレブニコたまのママはねシャレオツ兼セレブなんですよシャレオツで綺麗綺麗うん。間違いない本当にもう なんかはいえっ、ー、ともうタイム <laughs> さっきからね <laughs> あのー、そうもうタイムオーバータイムオーバー終了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 とかもうずっとねあの <laughs> 言われまくっちゃってんだけどねいやでもねんい,いや本当はねもうちょっとねニコタマっていうエリアの話とかもねしたいなと思ったんですよね <laughs> だからそうなんかまた別の機会とかでもねうんもしかしたらまたこういうトークイベント的なものをねあのー 東急の人もなんかやりたいって言うかもしれないから、その時はぜひね。うんうん、ああ、お願いします。うん、今度はなんかわかんないけど、もう子供連れた状態のトークイベントみたいなね。作っても面白いかもしれないし、うん、面白いなんか、うん、あのお客さんに、うん、どうですか？とかもやりたいしねあ。そうなんかね。街の声みたいな感じで、ね、うん、あのー、それでやりたいね、うん。で、子供にも聞いてみたりとかね、うん、ね。もう。 もうここにいらっしゃるお子さんで、なんか喋りたいとかっていう人いますか。もういたら、なんか喋るよ <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっとね、今回収録しながらだから、結構恥ずかしいかもしれないから、あれだけど、あの。そういうのもね、一回作ってみてもいいかもね。本当ね。やってみたいです。作りましょうよ。うん。やりましょう。やりましょうか。うん、なんか。あ。ま。 ママしか出ないトークショーとかね、うん、ママと子供しかいないトークショーみたいなとかね。面白いと思う。そういうのもおもろいかもね。なんか、そういう場でいろんな情報が出るから。うんうん、あの意外と聞きたい人はいると思う。ね。うん、あ,あ、絶対そうだわ。はい、えっ、ー、とー、じゃあ、一本仕事決まりました。はい、よろしくお願いします。<laughs> ということで、あのー。<laughs> えー、あのカトリア東京主催の、あのー、白石さん、麻衣さんとですね、あのー、お送りしてきましたけども。あのー。いや、なんか。 新しいこうママの生活スタイルというか、うん、あの仕事のスタイルとかがなんか見えた気がしてなんか今後も、ね、なんかそういう新しい街づくりも多分これ影響あの出てくるだろうなと思うことだから、うん、なんかそういうのを、まあ、もっとなんか社会社会とかをなんか変にこう条例だとかなんかをどうするとかうん、うん、なんか会社の規則がどうだこうだとかっていう前にねなんかこう,うん、うん、行動としてなんかいろいろ。 もっと子供と向き合い方とかなんかそういうマインドが変わってきるようなそんななんか世の中になってったらもっとなんかもう人が変わればなんかだいたいね社会って変わってきてるからなんかそういうようななんか感じになってったらいいんじゃないかなっていうのはすごい思ったトークショーでした特徴というか<ー>、うん、なんか勉強になりましたね <laughs> すごいいいまとめ方でありがとうございます <laughs> <laughs> えー、あのちょっと酔っぱいながら喋ってるちゃんこますですけれどもあ,あの、ま、えー あの酔っ払酔っぱいながらでもあのやっぱこう子供のことは考えられるからね。ああ<ー><もう> <laughs>。なんてすごいなんかまとめ方がちょっと変だけど。<laughs> 変だねごめんなさいね。<laughs> <laughs> いやいや。ええー、ということであのー、カトリア東京の白石イシイさんでしたありがとうございました。ありがとうございました。はい。